皆さんこんにちは。自動車好きの YouTuber のダイスマンです。日産は8月に特別モデルとしてスカイライン NISMO を発表し、車業界では大きな話題となりました。近年、国産セダンの需要が減少する中現行型スカイラインの登場から11年目を迎え、モデル終了についても囁かれていましたが、なんとこのタイミングで NISMO 仕様を登場させたのは驚きかもしれません。過去の動画でもスカイライン NISMO についての解説動画は投稿しましたが、高性能セダンでありながら高価格で限定販売という観点でも大きな話題性となっており、新型フェアレディ Z に近いものを感じます。現在は発表から1ヶ月ほど経過し、NISMOの話題についてようやく落ち着いてきたと思いますが、発表された8月当初はどうだったのでしょうか。今回の動画ではスカイライン NISMO が公式発表された直後のユーザーの反応、コメントを紹介したいと思います。本 YouTube チャンネルでは自動車関係の動画を投稿しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。10年前登場のスカイラインに限定モデルを設定するのではなく、フルモデルチェンジしたものを発表してもらいたいと思うんだけど、自分が買うわけでも買えるわけでもないので、これはこれで仕方がないですね。ただヘッドライト周りや内装はやはり古臭い。フェアレディ RZ 型のようにもう少し大きな変化があると良かったなぁとは思う。90年代に20代だった私としては非常に嬉しい。バブルが弾けたとはいえ、あの頃の自動車メーカーはどこもモータースポーツを意識したモデルを出してた。あの頃 GTR は高嶺の花だったけど、4WD でドリフトもできるとか、当時は異次元の領域でした。その後も時代とともに進化していきましたが、ルノーと提携してからはスポーツモデルは減っていき、かっこいい日産は？って思ってました。開発資源に限りはあるだろうけど、日産スポーツは続けていってほしいですね。ゴーン社長からスカイラインと GTR で完全に住み分けされたわけだけど、これはサイドの GT バッジも含めてスカイライン GTR の復活としてもいいのかな？フルモデルチェンジは厳しいだろうけど、400R とかこういうモデルを出して過去のファンを振り向かせる車を作ってくれるのは良いね。海外メーカーと比べてではなく、日本の GT やスカイラインらしさを取り戻してくれるのか楽しみです。この車が発売された時はインフィニティマークつけてたりとか、メルセデスベンツのエンジン乗せてみたりと、最後はニスモの看板でスカイラインの古い伝説を引っ張り出してと、本当に場当たり的な売り方ですね。でも最後のガソリンはスカイラインってことで、存在は貴重です。できればマニュアルなんてあって GTR はダメでも GPS なんてつけてくれたら、最後の4枚スカイライン GT ってコロッといきそうです。スカイラインって自分が子供の頃は外観がゴツゴツしていたイメージがあるけど、時代が変わったからか今はそんな雰囲気がないな。スカイラインを名乗るってことは何か共通な定義とかシステム、コンセプトがあるのだろうけど、そうでなければスカイラインのネーミングを使わなくてもいいと思う。すごく良い車だと思いますが、もうこれからの時代、車や趣味に満足にお金もかけられず節約の生活になる日本人がさらに増えていくんじゃないかと危惧しています。老後は車を買う資金もなく原付バイクに乗るしかない。という人が今後は増えていくように思う。さて、今回の動画はいかがでしたか？もしこの動画が面白いと思ったら今後の励みになるので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。では、次回の動画でまた会いましょう。